ズキューンとマトリックスアフィリエイトでございます。マトリックスアフィリエイトっていうのはね、もう今忘れられてるでしょうね。あの2チャンネルアフィリエイトとも言われて、マトリックスアフィリエイトっていう商材を買うとね、その中にその2チャンネルでどんどん更新されていくスレッドがあるんですよね。そのスレッドの記事がもう丸コピーされて自分のブログにどんどん反映されていくから、結果自分のブログのアクセスが高まるでしょっていう風なね、そのノウハウをまあコンサルしますよっていう塾だったんですよ、ね、でこれはまあ自分でやってできないことはないなと思ったんですけども、まあ、あまりにもね、吉田さんとそのメタ流星っていうね、あの若い子が一生懸命進めるんで、私はねその時にねアクセスを取ることをちょっと焦ってしまって、そこをちょっと買ってしまったんですよね。買ってしまったのがまあ運のつき、まあ販売者はとんずらしてしまったというね、そんな思い出があります。さあそれでね、なんでこの話をここで持ち出したかっていうと、過去すらネタになるっていうことなんですよね。これは私のではないです。例えばそのとんずらしたメタ流星くんがまっとうになって戻ってきましたって言ってね、正々堂々と今度はねちゃんとやりました、すいませんでしたって言ってビジネスしたりとかコンサルとかやったら、なんかね売れるような気がするんですよ、実は。そんな気がするんですけどね。例えばね、 YouTube でいろんな暗号通貨とか商材とかをバンバン売って、でこかした人っているんですよ。あっちもこっちもこけた人でもまた新しいことやったら、なんかねそこそこね集まってるんですよね。そういうこと考えると、意図的に間違えたりとか意図的にインチキをしろってことはないですけども、万が一ねアウトプットで、あーしまった、失敗してしまった、勘違いだったみたいなことがあっても、次をね一生懸命やればきっと分かってくれる方っていると思うんですよ。なんかファンの方っていうのは必ずつきますんで、でなんかねそのビビって勝手に退場するやつはいますよ。でも案外ね、今度こそって気持ちでやると、その前に騙された人も騙された分だけ覚えてますから、気にして見てくれるんじゃないかなと思うんですよ。まあそれでね、また売り上げができちゃったりするんじゃないかなと思うんですよ。これね本当誤解しないでほしいんですけども、インチキを助長するわけでもないですし、そういうね詐欺みたいなとんずらするやつを許せってことじゃないんですよ。ただやっぱりね、アウトプットを続けていれば賛否両論ある中でね、結局生き残っていけるんだろうなと思うんですよ。賛否が両方なくてアウトプットをしてない人っていうのは、これはどうやっても生き残っていけないんですけども、やっていればね、なんか見てくれる人はいるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ですんでね、マトリックスアフィリエイトの話、これからも永遠にねやると思いますけども、でもそのたんびにマトリックスアフィリエイトのことがこうやって語れるぐらい、私もね当時のキツキツじゃなくなったなと思ったんですよ。それね、2、300万ぐらいね、インチキかかってもびくともしないような自分でいればいいわけじゃないですか。早速私今年のね、1月にその1年ぐらいかけてやってきたフォインっていう暗号通貨ね、これ付き合いで500万ぐらいで買ったんですけども、パーになりましたね。でもいいじゃないですか、500万パーになったらわっはっはって言って動画でね話せるわけですから。いやあれがね500万なくなったらどうしようみたいな感じで青ざめて、もうねあちこちに連絡取ったりとか、もう腹が立ってね、もうフォインは詐欺だって書き込むんじゃなくて、あれ物にならなかったの、まあしょうがないよねって、まあいいよこっちでだいぶ稼いできてるからみたいな感じで、もう失ったことをねそれほどこだわらない、でマトリックスアフィリエイトに騙されたこともそんなにねこだわらない、もうむしろね笑いのネタとして使っていくみたいな、笑いのネタって言ってもほとんどのネタ知らないんでネタの使いようがないんですけど、吉谷さんですかこれ分かってくれないと思うんでね。 あとは私は関係ないんですけども、フォーチュンビジネスってのもあったんですけど、あれは一体どうなったのかなと思うんですよね。フォーチュンビジネスって何だったんだろうなと思うんですよね。詳しくは知りませんけども、まあ、世の中にはねいろんなものがありますんで、その一つ一つが本当嘘じゃなくて、自分はそのノウハウなりその、コンサルの先生なりをねどのように付き合っていくのか、どのように使っていくかってことを、まあ、最大の、まあ、効果とすればいいんじゃないかなと思いますよね。なんか人に教わった通り丸々やってそれで稼げるようになるっていうのがビジネスでも何でもないと思うんですよ。そもそもね丸っきり教わるのっていうのが丸っきり真似するのは一番難しいです。だからオリジナリティを出していくって言ったら聞こえがいいんですけども、自分流のビジネスを作っていけばいいんじゃないですかね。そう思いますけどね。
バキューンマトリックス、マトリックスアフィリエイトみたいなね、マトリックスアフィリエイトはいいネタでございました。本当に、2度おいしい、3度おいしい、10度おいしい、100度おいしい、マトリックスと何度言ってきたんでしょうか。吉野さん、いってらっしゃい。